社長のジャルについて語ってくれ。今日、よく真面目な話するんだけど、俺あんまりさ、放送で登場人物増やすとさ、たまに来た人がわけわかんなくなるから、あんまり話したくないんだけど、正直人の話。毎回うなちゃんマンかみどりさんの悪口言ってたいんだけど、そしたらわかりやすいじゃん。いつ来ても、みどりさんの悪口言ってるって。例えば、登場人物増えると、追ってくれる人が、働いてるやつとかさ、追えなくなっちゃうから、勤めて、人の話してるとき同じ人の名前を出そうと思ってたんだけど、ちょっとそう、俺のね、マネージャーのね、その、ジャルさんっていう人がいるんだけど、いや、本当にね、あの人の下でやれてよかったなって思ったのが、やっぱりさ、その、いろんな番組とか出させてもらうと、放送がバーって俺の空気になるじゃん。で、なんだっけ、俺は普通だけどさ、周りはびっくりしちゃうじゃん。で、それってさ、分かってくださいって強要できないじゃん。なんでかって言うと、俺の視聴者の空気だから、いや、そんなのに、これがニコ生なんですよ。分かってくれよとは言えないじゃん。例えば、その、他の共演者の人たちに。やっぱ多少そういう罪悪感みたいなの感じるじゃん。みんなって感じるでしょ？自分の立場だったら。感じるわけよ。でも、後ろでジャルさんが、俺でもジュンちゃんのこの視聴者の雰囲気好きだけどな、みたいな。俺の多分そういうの感じだって、すげえいいタイム。俺はジュンちゃんのこの視聴者すごい好きだよ、みたいなボソって言うわけ。めちゃめちゃいいタイミングで。俺が多少気にしてんだな、本番前に、わぁ、ちょっと出づらいなーっていう空気を、ちょっとでも出すと、ポロって言うわけ、後ろで。で、そういうのってありがたいじゃん。かゆいところにさ、いや、社交辞令だったとしても、それ言える人ってほんといなかったから、今まで。あのゴリラやりってな。いや、でもやっぱすごいんだよ。自分の、俺の視聴者を否定しないってすごいことだから、否定したことないのね。ジュンちゃんは、自分の視聴者のことだけ考えてればいいって。俺は加藤純一を、ね、マネジメントするんだから、加藤純一じゃなくなったら意味がないじゃんっていうの。言う、俺聞くわけ。いや、ジャルさん、ほんと大丈夫なんですか？俺は、本当にやりたいことやるし、俺ブレーキかけないっすよっていうの。え、だからその加藤純一を俺がマネジメントするって言ってんだから、それ変えちゃったら意味なくない？俺いる必要なくないって言われて、バカなのかなって思って、あ、こいつバカだわと思って、あ、ちょうどいいバカ見つけたと思って、ほんとに。だってすごくない？そんな人いないじゃんだって。いや、本当に俺嬉しいと思ってさ。だから好きなんだよね、単純に。いや、放送には多分そんなね、自分、てか俺自分のチャンネルとかには、基本他人出さないから。マジで。で、俺が他の放送出てもその人の、には必要じゃないし、俺の枠に俺以外の人間って正直必要じゃないの、俺の中で。例えば、モコは、俺のユーザー放送に必要じゃないのね。で、俺は向こうのユーザー放送に必要じゃないの。で、それは別に絶対分けて考えてるの。向こうは一人でやった方が俺は絶対面白いと思うから、ユーザー放送に出ようなんて考えたこと一回もないの。まあ、公式とかでたまたまキャスティングが一緒になって出る分には俺向こうのこと好きだから楽しくできるんだけど、ユーザー放送ってさ、絶対その人のものであるべきなんだよ。俺の考えでは。だから基本絶対出さないじゃん。で、100歩譲って他人からで、一緒にやろうって言われた時は、できればそっちでやらせてもらえませんかっていうの、俺卑怯だから。何かでやっぱ自分の放送の空気崩したくないから。で、基本俺は絶対一人でやるじゃん。成功したら俺の手柄にしたい、失敗したら俺の責任したいの。だから、ジャルさんも別に出したりしないけど、なんか本当にね、すごいね、分かってくれるんだよね。しかもなんか都合が悪いことは、事務所のせいにしてって言ってくれるんだけど、俺それできないから、なんかまあ、自分にとって都合の悪いことがあった時はちゃんとみんなに一番先に言うけど、自分にとってってかみんなにとって、なんかね、都合の悪いことがあったら、皆さんにさ、一番先に言おうと思ってるけど、今のところないんだよね。まあでも本当にすげえ、こんなにやりやすい。え、だからみんな勘違いしてる。他の生主さんとかさ、よく見たら緑さんとかも言うけど、事務所入ったら絶対やりたいことはできねえよ、みたいな。俺今明らかに一番やりたいことやってんじゃん。明らかに俺が、ニコ生で今一番自由人だから。しかもちゃんとリスク管理してくれる人間がいてさ、失敗したらちゃんと、
一緒に反省してくれて。だってさ、30にもなる大人がさ、マナーのこととか教えてくれるんだよ。忍者、放送のことはもうあなたはほんと好き勝手やっていいけど、その、こういうところは一緒に直していこうね、みたいな。すごい恥ずかしいから言わないけどね。どういうところ注意されたっていうのは。あんまり身内褒めるとさ、なんかさ、宗教じみるから俺あんま褒めたくねえの。だからみんながね、ゴリラって悪口言っててほしいんだけど、こういう時は。いや、だからその、例えば、一個、あ、すげえ確かにそうだなと思ったことが、別にこれは、俺は本当にためになったからみんなにも言うけど、俺一人称私だったのね。私生活で。目上の人と喋るときに、一人称私だったの。で、人とすごいそれだと距離ができちゃうから、俺に変えたのね。一人称俺に変えたの。俺。でも別に、口調はや柔らかく、敬語使って俺はそうなんですよって言ってたら、純ちゃんその俺はすごい俺気になるなって言われて、僕にしよっかって言ってくれたの。で、その今44歳なんだけど、うちの、社長が。44歳の人間から見て、やっぱ、それが、そう、普通僕じゃん。普通僕なんだよ。で、俺は、私でずーっと通してきたし、初めてそこで変えたから、自分の中で。わかんなかったの。経験したことないことってさ、わかんないじゃん。それってでもさ、マナーがなってない、自分はすごい恥ずかしいことで、誰も注意してくれないわけよ。で、それをやっぱさ、ちゃんと人として注意してくれるっていうのは俺の中ですげえありがたいわけ。毎回そういうさ、放送の反省っていうよりはなんかそういうところちゃんと教えてくれるからさ、それありがたいんだよね。そう、大人になっちゃったからさ、俺が。30になっちゃったから、そう、目上には僕にしてるでしょ。みんなみたいにできてる人もいるんだよ。俺30にもなってできてなかったのね。それを、教えてくれるってやっぱありがたいんだよ。あ、そうだ、自分とかね。僕も違和感あるけど。いやでもやっぱさ、仲いいっていうか、多少面識のあるぐらいの、私ってさ、例えばプライベートで遊んでる年上の人に私って言ってたらちょっとなんか、うんってなんない？職場は俺私で通してたから、職場は別にオフィシャル友達じゃねえから、オフィシャルで、な関係だから。でもそういうのってわかんなかったのね、俺。でも言ってくれる人がいるってすげえありがたいなと思ったから、これ別に放送で話してみんなもためになるかなと思って、若い子多いでしょ。恥ずかしながら俺知らなかったんだよ。そう、かしこまりすぎてるし。そういうのちゃんと教えてくれる大人ってすげえありがたいなと思って、自分がもし気づいたら教えてあげようと思って。まあもちろん欠点もあるだろうけど、人だから。顔がゴリラに似てるとかさ。ねえ。欠点じゃん、それは。残念ながらさ。ゴリラには似てるじゃん。仕方ないじゃん、それは。うん。ギャンブラーとかさ。いや、でもやっぱ、そういうのを思ってして、お釣りが来るぐらい、本当にね、勉強になるんだよね。あと、俺の視聴者をやっぱ受け入れてくれてるってか、もうてか、ニコ生のこと知らなくて、一番最初に見た放送が俺の放送だったから、え、これって普通なんじゃないのっていう。うまくこの、洗脳したっていうか。そりゃ俺の放送一番最初に見てさ、ねえ、この環境に慣れてるわけだからさ。いや、これ別に、ユンちゃんの視聴者は盛り上げてくれてるじゃんって。何にも恥じることはない。胸張って出てこいくらいの。やっぱありがたいよ。今まで一人でずーっと戦ってきたからさ、虚勢は張ってるけどね、いざさ、ねえ、裏でさ、みんなのことをさ、大量に NG してるさ、ディレクターさんとかがいるわけじゃん、俺の目の前には。うわ、今日とんでもないぐらいカタカタされてるみんなーつって。やっぱり、ねえ、皆さんもね、なかなかカタカタされるわけじゃないですか。それを、俺は、その後ろで待ってて登場するわけですから、うわーって。やっぱそういう人が一人、ね。仲間が、仲間っていうか分かってくれる人が一人でもいてくれるっていうのはすごいありがたいんだよ。だから最近ちょっと、そういうあの、企業チャンネルとか出た時も、普通に自分の加藤純一で出れるようになったっていうか、今まで背伸びしてたでしょ。勤めて大きい声出さないけど、最近もそういう感が一切ないから。普通のありのままの加藤純一で出て、そのまま過ごすっていうか、俺はこんなもんですっていう。その代わりも勤めて加藤純一で、
いるよ、いるようになりましたね。だ別に自分のスキルが上がったわけじゃなくて、単純に頼りにできる人ができたっていうか。